すがすがしい気持ちです。もうそれに尽きると思うんですね。お大師さんをお慕いする気持ちが一番でありますけど、今回のケチェンアンギャというのは全国の人の願いとか思いというものを私たちが背負って小屋さんに届けるという使命ですから、その責任感というものを一番に考えました。